スノーマン、佐久間大介、向井工二、深澤達也、宮舘良太のドラマ版は消滅か。もう自虐はできないテレビ各局のスノが欲しい争奪戦。2024年1月クールの小芝風花、26主演、富士テレビ系、木曜劇場枠、木曜午後10時からの連続ドラマ大奥に、スノーマンの宮舘良太、 30が出演することが発表された。宮舘が演じるのは、徳川家春役のカトゥーン亀梨和也37のライバル松平定信。宮舘にとって、本作が初の連続ドラマレギュラー出演となる。バラエティ番組のたて様の印象が強い休館さんですが、彼は以前から大河ドラマや時代劇に出演することが目標と語っていました。 いわゆる歌舞伎顔なので、時代劇の世界にも違和感なく溶け込めることでしょう。大奥の撮影時、現場では旧館さんがドハマりしていたようですからね、テレビ誌編集者。大奥の企画担当安永秀樹氏は、宮舘さんのカツラ合わせで実際に曲げをつけていただいた際は、スタッフ一同、武士がタイムスリップしてきたと、 あまりの似合いすぎにどよめきが起きたほどです。まさに時代劇をやるために宮舘さんは生まれてきたのではないかと思いました。とコメントしている。スノーマンは、それスノーマンにやらせてください。TBS 系を筆頭に、個々がバラエティ番組で頑張っていて、俳優業はメグロレンさん26が引き受けているようなイメージもありましたが、 来年1月から大きく変わることになりそうだともっぱらです。というのも、宮舘さんも含めるとグループの過半数、5人にドラマと映画の仕事が発表されているんです。全同、2024年1月クール、スノーマンは渡辺翔太、31が日本テレビ系の、シンドラ、枠、月曜深夜0時59分から放送の、先生さようなら。 で初の単独主演を務めるほか、岩本光るル30もテレビ朝日系の推しドラサタデー枠土曜午後11時からのドラマ恋する敬語24時で初単独連続ドラマ主演を果たす。富士テレビ系ヒドラ11枠火曜11時からに放送されるセクシーゾーンの中島健と29が主演のリビングの松永さんには、 向井工二二九が出演することが発表されている。映画では、佐久間大介三十一が2月公開予定の土屋太夫二十八、主演のサスペンススリラー映画、マッチングで、主人公を襲う凶悪なストーカー役で出演予定。宮立を含めて5人の出演が決定しているのである。さらに、 現在放送中の10月クールの嵐相葉雅紀40主演で、テレビ朝日系、金曜ナイトドラマ、金曜午後11時15分から、で放送されている連続ドラマ、今日からヒットマンには、深澤達也、31、も主人公を困らせるポンコツ社員山本テルク役で出演している。深澤そして今年7月クールに TBS 系、 金曜ドラマ、金曜午後10時から、で主演ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK が放送していたメグロも含めると、スノーマンは短期間に7人も俳優としての仕事を任されていることになる。なお、ラウール20と安倍良平29は2024年以降のドラマや映画の話題は聞こえてこないが、ラウールは2021年公開の映画、 ハニーレモンソーダで初単独主演。安倍は2022年7月クールの連続ドラマ、ナイスフライト。テレビ朝日系でレンドラ初レギュラー出演、とそれぞれすでに実績がある。すでに俳優として確固たる地位を築きつつある目黒だけでなく、残るメンバーも次々と演技の仕事が決まっている状況に。 1>, 1月期9人のうち5人も映像系仕事あるのすごくないこんなことあるドラマ班誰も入れないじゃんわら。ドラマ班いなくなる。縦様時代劇おめでとう。ドラマ班もドラマ班じゃないメンバー、もはや誰もめっちゃドラマ出る、すごい。といった声が多く寄せられているのだが、このドラマ班とはどういう意味なのか 元々は、スノーマンに限らず、旧ジャニーズ、現、スマイルアップのファンが、推しのグループ内の立ち位置を話す際に用いられていた言葉です。旧ジャニーズタレントは、グループ内で、それぞれ得意分野が分かれていますよね。例えば、嵐なら、二宮和成さん、40と松本潤さん、40がドラマ班で、相葉さんと櫻井翔さん、41がバラエティ班です。 もちろん、旧ジャニーズは器用な人が多く、仕事の割合が多少偏っているだけで、バラエティもドラマも両方こなせる人が多いですが、ワイドショー関係者。